はい、おはようございます。ザリガニ親父が今日も皆様に重要なお話をいたします。今日は12月は12日、日曜日、行徳は駅前公園、ただいま早朝の連行太極拳を終えまして、私の日課ですが、曇ってますが、いい日曜日ですね。はい、今日のお話です。新春1月8日土曜日、1月8日土曜日午後1時3時の2時間でスペシャルセミナー、特別セミナーを開催いたします。日本プレゼンテーション協会という世の中にプレゼンテーションを教えする団体があります。 NPO 日本プレゼンテーション協会の理事長の高野ですが、私がですね、新春1月は講師になりまして、今回はプレゼンテーションの技術ではなくてですね、今シリーズでお話ししてます有理論について2時間で皆様にお伝えしたいことがあります。有理論はですね、アメリカは MIT マサチューセッツインシチュートオブテクノロジー MIT のオットー・シャーマー教授が開発したですね、今最も注目を集めている新しいリーダーシップ理論です。リーダーシップ理論です。企業人だけではなく、組織人だけではなくて、家庭でもですね、夫婦の関係、親子の関係、いろいろな人間関係の調整をしていく、人間関係のマネージメントをする上でしっかりリーダーシップを取ってですね、関係をより良くしていくための手法とお考えください。オットー・シャーマー唱える有理論。じゃあその有理論というのはですね、どんなものかというのを簡単にご説明します。はい、7つのですね、7つのステップに従ってですね、相手を見つめて人間関係を改善しようというやり方です。企業人としてはですね、部下とか仲間とかいろいろな組織間に横の連携をですね、良くするための手法でもあります。どうするかというとですね、7つあります、7つ。はい、まずですね、初めに関係が悪くなっている相手、あるいは関係悪くなっている組織でもいいですをですね、コンピューターで言うとですね、いろんな知識をですね、ランドローディングしない、ロードダウンと言いますかね、過去の知識とかですね、思い込みが多いですから、過去のインフォメーションとかナレッジ、知識をですね、全て断捨離する、脳からですね取り去ります。一切ランドロードしない。これが第一段階。第二段階はですね、そして関係悪くなっている相手をですね、できるだけ規制概念を取り払ってですね、真っ白な心でじっと観察する、じっと観察する。この時ですね、重要になるのは、私がおすすめしてます四つ葉のクローバー呼吸法とかですね、メディテーションですねをおすすめします。じっと見てるとですね、はい、第3段階ですけれども、何かが感じられるようになります。これをフィーリングと言います。第3段階は何か感じます。じっと瞑想しながら感じているとですね、次の第4段階はですね、プレゼンシングというんですけれども、何かがチラチラと湧き上がってきます。プレゼンシングです。これはですね、向かってる目標に向かってですね、未来から降りてくる、過去からじゃないですよ、未来から降りてきて
何か現実化していくようなアイディアがちらちらと湧き上がってきます。はい、それをじっとその時間を過ぎますとですね、次にですね、結晶化というんですけれども、クリスタライジングになります。クリスタライジング、プレゼンシングの次、はい、5つ目、クリスタライジング、こんなことをやってみようかなというですね、なんかのアクションが見えてきます。そしたらですね、そっとそのクリスタライジング、結晶化したものから一つ取ってプロトタイプ、これは6段階ですけれども、ちょっとしたアクションを考えてみます。そしてちょっとやってみる。そうするとですね、そのまあある意味で敵対する困っちゃったさんからなんかの反応が見えますから、それを見てですね、あ、このプロトタイプの方法を取ると成功するなという確信を持つ。その確信を持ったらですね、次に大々的にアクションを起こすというかやるんですよ。これ最終的7段階目のですね、ドゥイングなんですけれども、この後英語で説明しますが、ドゥイングするとですね、あれ、対立していた相手がですね、どっと自分と入和してですね、統合していくのが感じられると思います。これがですね、有理論に基づくリーダーシップです。はい、今日はちょっと長くなりましたが、どうぞ皆様、1月8日土曜日午後2時間ですね、このプレゼンシングを例題を挙げながら皆様がですね体感できるセミナーをやりますので、いらしてください。詳しいことはですね、書き物にして、お伝えいたします。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。